今日は初音ミク17周年の誕生日ですね。おめでとうございます。おめでとう。はい、どうもこんにちは、バシーとミクとリンです。はい、あとさ、本日ですね、初音ミク17周年の誕生日の動画になります。おめでとうございます。ありがとう。はい、さあ、今年もね、ミクの誕生日がやってきました。そんなミクの誕生日に合わせてね、マジカル未来も、やってくるような形になりましたね。まあ、といってももう福岡の方は終わって、次はね、幕張、東京になりますね。正確には千葉ですけども。うん。で、10月に、マジミラが、大阪で開催されるっていう感じなんですけども。はい。なんか毎回ね、ミクの誕生日に合わせてやってくれるような感じで嬉しい。反面、台風だなんだがやってくるっていうのもありまして、ちょっとね、怖いよね。はい。一体当日どうなることやらって感じになってます。今この誕生日の動画ね、ちょっと早めに撮ってます。いつも通りでね。うん。ミクの誕生日の時、私はな、家にいないので動画が撮れないので、いつも通り早く撮ってるんですけども。うん。なんで、うちではちょっと早めの誕生日が毎回来てます。ね。今年はですね、やっぱりいつも通りシャトレーゼさんの方でですね、ケーキ屋さんの方で、今回はね、桃のケーキが売ってまして、うん。今年はなんか桜ミクのね、グッズがちょこちょこ出てくるような時期でしたので、うん、年でしたので、はい。ちょっとそういった意味を含めて、桃のケーキにしてみました。桜色っていうかピンク色がすごい綺麗なケーキで、うん、とても美味しそうだなと思います。ミクも喜んでくれるんじゃないかと思って、うん、買ってきました。はい。ミクに関する情報は現時点ではまだ出てないんですが、もしかしたらマジミラの時に何かね、ミクの誕生日に合わせてやってくれる可能性がありますので、それの情報が出ましたら、ミクの誕生日が過ぎた後ですね、また予約開始及び案内開始の動画を撮りたいなと思いますので、うん。またそちらの方で別途ね、確認していただければと思います。はい。というわけでね、今回はミクの誕生日17周年の、動画ということで、うん、16周年というね、まあ、ちょっと、他の界隈では想像できないような、ちょっとね、微妙な数字の区切りっていう感じになってるんですけども、うん。次、大きな区切りが来るとしたら多分20周年、今からね、3年後の話だと思いますので、またその時また大きなプロジェクトが動き出せばいいなと思って、これからもね、毎年、次も18、19と、お祝いしていきたいなと思います。20周年の時はね、またね、大きいケーキ作りたいな、用意したいなと思いますので、うん。またその時の動画もね、楽しみにしていただければと思います。はい。それから、これは私のことなんですけども、バシアとミクチャンネルがね、3300人チャンネル登録者を突破しました。ありがとうございます。これもね、かねてから動画をね、見てくださっている皆さんのおかげです。うん。チャンネル登録してくださるのももちろん嬉しいですし、動画の評価をしてくれるのも嬉しいです。コメント残してくれるのも嬉しいです。はい。あんまり反応できてなくて申し訳ないです。コメントに関しては通知を出し切っちゃってるんで、いつどの動画にね、どういうコメントがついてるのかっていうの私わかんないんですけども、うん。ちょっと完全な把握はできてないんですけども、可能な限り、返事をしていきたいと思いますので、これからもね、コメント残していただければと思います。で、8月は私のね、オリジナル曲である夜空も発表になりまして、うん。私もね、ミクともども、これからも成長していきますので、はい。これからもバシラとミクチャンネルを応援していただければ幸いかなと思います。はい。というわけで、ミクの誕生日のついでで、ちょっと私事を話させていただきました。はい。これからもね、チャンネル、私のチャンネル、ミクのチャンネルをね、応援していただければいい。応援してくださればいいなと思います。りんちゃんもそうですし、うん。で、今、センターにいるね、赤い髪の女の子もね、多分そのうち導入することになると思いますので、応援していただければと思います。はい。というわけでね、今回、初音ミク17周年の誕生日の動画撮らせていただきました。はい。次はミクの日ですね。来年のミクの日が楽しみだね。というわけで、今回の動画はこれにて終わりにしたいなと思います。はい。しばしのバシーとミクとリンでした。はい、またねー。またねー。ミクとリンとバシーからお願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとリンチャンネルをお願いします。